しほとにん。はい、ということで今回はね、秋葉原のねローソンに来てるんですけど、ここにね鬼滅の刃のねオリジナルグッズが販売されているということで、今から探しに行きたいと思います。ね、日本でもあんまりお店がないみたいで、本当に来たくて、炭治郎の声なんですよ。そうだ、あのお店の放送がね、そう、主人公の声でやってくれる。川野くん、川野くん、川野くんなの。やばー、これしかないの。あれだってもうこれ初日に7日の発売で、1月7日の、はい、もうお昼の時点でみんな完売ってそういうの書いてある。ズボンと羽織とパーカーとバスタオル、あとスカーフ、ブランケット、バスタオルまである。どうする？でもこんな全部取れないよ、これ。あのお一人様1個まで。しかもカッターだから結構難しい。ねずこのパーカー、あのパーカー誰の？誰のか全然わかんないんだけど、 あの3人はわかるんだよ、ね、これこの赤と黄色と分かる。あのねずこ切ろうとした人、あ富岡さん、はぁ、富岡さんのパーカー切る理由、狙ってみる。これ一回ですよ。情報持ってないよ。しっちゃん。とりあえず一回やんなよ。3400円。あ、すごくない？あ、このねずこのお家、あ、これかっこいいじゃん。9800円。いやー無理。三斤的おやつだ。